北カミング、やっぱり北カミだよね。北カミ市には2つの基幹病院として、岩手県立中部病院と北カミ済生会病院があり、地域の中核的な医療に携わっています。その北カミ済生会病院は11月24日に現在の花園町から南西へおよそ3キロ南側の九年橋3丁目に移転開業します。それでは現在の北上済生会病院の生い立ちについて見ていきましょう。昭和3年5月に第5代伊藤次郎介氏が自ら率先して黒沢尻病院をこの地に建設したことに始まります。黒沢尻病院が創設された時代には盛岡に日赤病院しかなく、黒沢尻町に内科、外科、婦人科、眼科、耳鼻科を設置した病院としては当地域での医療に大きく貢献し、画期的なことでした。そして昭和11年3月に第6代伊藤次郎介氏が黒沢尻病院の資産の一切を済生会へ寄付されたことにより、翌4月に済生会黒沢尻病院として再出発を遂げます。昭和50年8月に北上済生会病院へと改称され、現在に至ります。現在は病床数303床、うち一般病床を299床、感染症病床4床を持つ北上地域には欠かせない病院の一つです。創立以来増改築を繰り返し現在の建物になりましたが、現在の病院は狭く老朽化し、耐震性の問題もあることから新病院の整備が必要になっていました。それではここで新しく建設された北上済生会病院について見ていきましょう。社会福祉法人恩賜財団済生会岩手支部が建築主体となり、特定共同企業体 JV の施工で平成30年10月着手、令和元年3月、一時掘削工事が行われ本格的な建設工事が開始されました。そして順調に工事が進み、予定通り8月上旬に本体工事が完了しました。新北上済生会病院は鉄骨造り5階建ての耐震構造で、延べ床面積およそ1万6000平方メートル、病院本体と駐車場、保育所と合わせて敷地面積およそ2万平方メートル、駐車場は現病院よりおよそ50台多い209台分を確保しています。続いて施設の内部も見ていきましょう。総病床数は現在稼働分より28床少ない224床、一般病棟114床、小児集散器病棟50床となりますが、中核病院の一つとして急性期医療を担っていきます。また回復期リハビリテーション病棟は16床増え60床と充実しています。病院内の各階フロアはそれぞれのブロックごとに分かれており、1階に各診療科の外来や救急のほか、健康診断や人間ドックなどの検診に対応する保健予防センター、地域医療福祉連携室があります。
また市から委託を受け在宅医療介護連携支援センター保育所等には病後児保育室も設置されます。2階に人工透析室やリハビリテーション科、薬剤科、栄養管理科などの部門が配置され、3階は回復期リハビリテーション病棟、小児中産期病棟、そして4階には一般病棟、感染症病床をそれぞれ配置します。九年橋の旧北上病院跡地に新たに建設された北上済生会病院は、高速道路のインターチェンジや国道4号にも近く、北上駅などからのアクセスの良さも特徴の一つです。その新しくなる北上済生会病院までのアクセス方法を紹介します。外来患者用の駐車場として平面駐車場が整備され、第一駐車場、第二駐車場合わせて209台駐車可能です。新商社用の駐車場には屋根が設置され、雨天時など雨に濡れずに病院内への行き来が可能です。現在の北上済生会病院の駐車場よりおよそ50台多く駐車が可能となり、保健予防センター利用の方には北側に専用駐車場が別に用意されています。また北上済生会病院へは自家用車などのほかバスで行くことができます。今回の移転に伴い、病院周辺に停留所を増設しました。北上市拠点間交通のコミュニティバス鬼丸号全線と岩手県交通バス3路線が通過するため、およそ1時間に1本バスが到着します。詳しくは両バスの時刻表をご確認ください。それでは実際に鬼丸号鬼柳線に乗車した際の車窓を見ていきましょう。北上駅から大通りを西に向かって走ると、左手に東北労働金庫北上支店が見えてきます。そこを左折すると、左手に新しい北上済生会病院が見えてきます。バスを利用される際の注意点もいくつかあります。ご利用されるバス路線の経路が変わることがありますので、ご注意ください。岩手県交通の乗り入れ路線は、横川目線、横川目発、藤根、江津湖経由、湘南高校線、愛され、鬼柳経由、北上、金ヶ崎線、愛され経由の3路線です。いずれも北上済生会病院発着に変更します。それではここで社会福祉法人恩師財団済生会北上済生会病院の一戸貞文院長に、これまでの経緯や医療体制などについてお話を伺いました。現病院は来られている方はもうご存知のことと思いますけれども、非常に老朽化が目立っております。そしてまた耐震性に問題があるということもご指摘をいただいております。それで平成26年ですね、済生会の岩手県の理事会で、建設事業を行うということが決定されまして、その後医療ニーズなどをこう検討しながら、今の病院のその構想が立ち上がってきていると、そういうことで今年建物が完成したというところまで来ております。北上市には基幹病院として中部病院、そして当病院がございます。で、開業医の先生と連携しながら、その開業医の先生の補助をして、そして開業医のもとに返すという一つ上のランクというところを目指しているわけです。高度な治療、あるいは非常に重篤な患者さんというのは、やはりこれは岩手医大なり県立中部病院なりで治療を受けるということが必要になるだろうと思います。私どもは一般外来の急性期の方をこう受け入れ、そして
回復期病棟を含めたリハビリを十分に行って、そして地域に返すということが一番の目的でございます。再生会の理念ということで生悪救済ということが申し述べられております。基本はその医療資源をすべて頑張って投入しまして、その患者さんの命を救う、そして患者さんの幸福というものをその追求していくということにございます。そういう意味でその当病院として提供できる医療として、一つ目は県南最大の規模ということを謳っておりますけれども、周産期医療センター、そして2つ目は、透析、これも25台の透析機器を備えるということは今回建設しております。そして、回復期のリハビリテーション、これは中部病院からの受け入れ、あるいは岩手医大、あるいは他の基幹病院からの受け入れということで、リハビリを十分に行って、その地域に帰って、そして仕事なり生活なりが十分できる体制に持っていくと、そういうことを目指しております。非常に設計が新しいということもございまして、機能が非常に素晴らしくできております。外来の動線、そして入院の動線、救急患者さんの受け入れ、あるいは感染症患者さんの受け入れというものをそれぞれ動線を別個に分けて作っておりますので、非常に地域の生活に密着して役立つということをぜひ推進していきたいと思います。そして懇切丁寧な診療ということを心がけて、皆様のその役に立つ病院として頑張っていければと思っております。また新北上再生会病院はリハビリテーション部門に力を入れていくとのことでしたので、新たな取り組みなどについて青山節子総看護師長にお話を伺いました。今現状回復期リハビリテーションは44のベッドで行ってますけれども、新病院になると60床になります。で、今整形外科の患者さん、骨折の患者さんであったり、手術した患者さんがリハビリテーションの方に慢性期として上がってきます。それから、脳疾患の病気の方々もリハビリテーションの方に上がってきます。日常生活の方に自分自身の生活にこうできるように訓練をする場になっています。かなり患者さん高齢の方々も増えてきていますので、そのことに関してかなり生活動作もかなり厳しくなって援助する状況になってきてますので、回復期リハビリテーションとても大事な場所だなというふうに思っています。さらにこう充実するために今44床のベッドなんですが20床増えるような状況になりますので、人員のところをこう少し増員しなくてはならないなというふうに思いますけれども、患者さんお一人お一人のこの生活の日常の生活をこうさらにこう上手に生活ができるように、それぞれの生活レベルを上げる訓練をこう多くして取り入れていくことになると、やはりお一人お一人のその時間数もかなりこう休まないでリハビリができるように、今は365日リハビリの方々も、シフトしてくださってやってますし、それから、地域の方にこう、自宅に帰られる方、それから施設の方に行かれる方もいらっしゃいますけれども、自分自身の生活をきちんとこうできるように援助していくというのはとても大事になってくると思ってます。新しい病院になることでみんなスタッフも期待してるんですけれども、やはり看護の真髄である患者さんに優しく安心できて安全な看護というところをきちんとできるように、ました、患者さんいらした時には笑顔で迎えられるようにしていきたいと思っています。新病院は非常に
交通の便も良くなりますし、そして、機能的にも素晴らしいものを備えております。ぜひ予約診療という形ではございますけれども、市民の皆さん当院に来院して、そして病に関すること少しでも安心していただければ、我々としては非常にいいかなという具合に思っております。昭和11年の創立以来、北上済生会病院は地域の中核的病院としての役割を担ってきました。11月24日九年橋に新築移転され、ますます便利になる新病院。地域のニーズに沿った信頼され愛される基幹病院にこれからも期待していきましょう。